渋谷が湧いた。平野信用の特大ポスターに隠された意味深なメッセージとは街中でどうしてこんなにも目立つその秘密に迫る。今日、私たちの街はまるで魔法にかかったような日になりました。なんと、私の住んでいる通りに、あの素敵な瞬間を切り取った写真が現れたんです。それはまるで夢の中に迷い込んだようで、街の喧騒の中で彼の姿が輝いていました。デジタルハリウッド大学のハリ翔く君と一緒に、 渋谷津舘が舞台となりました。この瞬間を共有し、感動を分かち合うために、デジタルハリウッド大学、平野紫耀、ナンバー、愛などのハッシュタグが続々と投稿されています。この特別な瞬間の舞台裏に迫ると、写真は早朝に投稿され、私はちょうどその完成を見届けることができました。午前8時半、街角に立ち、写真がどんどん系を成していくのを感じました。 その瞬間は緊張と期待に包まれ、完成した瞬間は言葉では表現しきれない感動が広がりました。街に出ると、目を疑うような光景が広がりました。まるで夢か現実かわからないまま、大好きなアイドルの姿が現れ、心臓の鼓動が止まる瞬間でした。彼の成長を感じ、うちの翔軍が日本中に広がる様子に胸が躍りました。彼の多様な姿に触れることで、ますます彼を愛する気持ちが深まっていくのです。 写真は交差点の中央に飾られ、その存在感に誰もが引き込まれました。歩行者たちが通り過ぎても、視線は平野仕様に奪われていました。諸君のファンたちは誇りに思いながら、その場に立ち尽くしていました。美しい場所ではありますが、写真を撮る際には信号や地下入り口が注意が必要です。ですが、ランチタイムに訪れると、混雑が緩和され、アイドルとの思い出の写真を撮る絶好の機会となります。 このポスターはおそらく他の場所にも広がることでしょう。情報筋によれば、これは最初のポスターであり、今後も展開が期待されます。翔くんが伝えたいメッセージは若い人たちに特に響くことでしょう。彼の存在はモチベーションそのものであり、諦めそうになった時、彼の姿を思い出して前に進む力を得ることができるでしょう。自分の夢に向かって歩み出す勇気を持ちましょう。